海水で塩を作ろう。そして煮沸していくよ。この塩が蒸発するまで。塩できました。すごい。塩つけて食べてみるね。3種類の違う塩を振ったおにぎりを、作りまして所長に食べてもらいます。どれが海の塩で作ったおにぎりか当てられるかな。おお、なんか雪みたい。すごいすごい。これでおにぎりを。これが塩の正解 ABC。 こういう形になってます。できました。海の音は聞こえないから貝殻じゃ。はい。さあ、というわけでね、 ABC のおにぎり作ってきました。はい、ね、これで3種類のそれぞれ違った塩作っておにぎり作りましたんで、はい、どれが海の塩か当ててください。はい、ああ、だってこんなに苦労して作った海の塩ですからね。ああ、それは美味しいはずですよ。はい。さあ、 ABC どれがいきますか。じゃあまあ順番に A からいきましょうか。はい、じゃあ A の塩。悪いものは入ってないんですよね。そう悪いものは入ってないのよ。いただきます。召し上がれ。ちょっと偏ってるかもしれないから、あのなるべく塩のありそうなところを。どうですか。しょっぱい。そうじゃなくてさ、どんな感じのしょっぱさ。いや美味しいですよ。美味しい、うん、美味しいけど、あれあんまり食べたことないような。食べたことない、うん、おあんまり記憶にない味かな。あ、すごい、その下これかな、うん、下の記憶、うん、全部食うんだ。うん、美味しい美味しい美味しいです。じゃあこれは可能性ありと、うん、はい、B ですね、これ。はい、おにぎりを食べてみてください。どうですか、匂いの方は。匂いはしないですね。匂いはしない、うん、これもね、あの、うん、美味しい美味しい。感想一緒だな。これなんか一般的な、というか、おお、うん、おお、うん、うん、なんか、記憶に近い。所長の家ではこういう味のおにぎりが出てたと。そうですね、所長んちはもう塩おにぎりばっかりでしたから、子供の頃から。おやつといえば。じゃあ次、最後 C のおにぎり、うん、もう美味しいです、美味しい。うん、食べてもらいましょう。合ってますね、美味しいです。うん、で、これが C。 はい、C のおにぎりです。いただきます。はい。わあ。どうしました。まずい。どんな味、どんな味。砂の味。まずい。わかった。あんなに苦労したのに。まだわかんない、まだわかんない、まだわかんない。まずい。わかるよ。どんな、え、一口。なんかまずい。まずい。苦い。どれかな。どれなのかな。あんなに苦労したのに。海の塩で、使ったおにぎり何番ですか。 C だよ。C でしょ。ピンク、正解は C でした。やったー。嬉しくないよ。ちなみにこれです。これね、これ、直で言ってみてください。わ、すごい白く出てる。この味した。美味しいのはどれなの。美味しいのはやっぱ B、うん、B 岩塩。ああ、そう、うん、B が美味しかったです。美味しくないな。みんなも自分で試してみてね。それでは消せば研究所、また明日消せ、バイバーイ。あー、ほんまにいっぱい余った。